ムーランド・ラ・ギャレットはフランスのモンマルトルに存在したギャレットの風車の名を持つダンスホールである。ムーランド・ラ・ギャレットとも表記する。もともとはナポレオンが没落した1814年にモンマルトルの人々が外国軍に対して抵抗活動をするための根拠地であった。しかし、第二帝政時代に田舎作りのダンスホールに改造された。 その後も建物自体は存続しているものの、20世紀初期に改装工事が行われ、大ホールが建てられたため、当時の風車小屋の名残を留めているのは、入り口のみである。ここには労働者や、洋裁店の女性店員、お張リ子、モデル、多くの画家も集まった。さらに後の時代には、フランシス・カルコやローランド・ドルジュレスによって、物語が創作された。ダンスホールの建物は、 フレンチレストラン、レ・ムーラン・デ・ラ・ガレットとなっている。ムーラン・ド・ラ・ギャレット・ムーラン・ド・ラ・ギャレットの1、ムーラン・ドゥ・ラ・ギャレット・ j t b 二千十2017年5月29日閲覧、中野京子、印象派で、近代を読む、光のモネから、ゴッホの闇へ、NHK 出版、2011年、89ページ。ISBN 七十八から四から十四から零八八三五零から、一 ありがとうございます。